小室哲哉、高所ライブ、願望を明かす、東京の夜景が全部見えるようなところで。音楽プロデューサーの小室哲哉、65、水曜日のカンパネラの歌跳ね、23、が30日、東京、虎ノ門ヒルズの東京ノードで行われた MUUUSE、ミュージックミュージアム、のメディア内覧会に出席した。音楽鑑賞と芸術鑑賞の2つ領域を超越した新感覚の没入型音楽体験ミュージアムで、11月1日から12月27日まで開催。TM ネットワーク、夜遊び、ザ・イエローモンキーら豪華アーティストが参加している。小室は、ここまで音楽や音に特化したミュージアム企画を東京のど真ん中でやるんだと。音楽家、ミュージシャンとしてすごく嬉しいと喜んだ。同ミュージアムでは、水曜日のカンパネラのプロデューサー兼持秀文が、川田トムとタッグを組んだ木曜日のカンパネラを体験できる。世界観を水曜日の一歩先の未来イコール木曜日の世界に拡張した楽曲を最先端の光演出とともに全身で楽しめる没入空間を提供する。シーハは企画自体が面白いと思いましたし、私たちの音楽と AI が組み合わさってどんなものに作り上げられるのか楽しみだった。光の演出が無限に広がっている空間で、時間が止まったような感覚になりましたと内覧した感想を明かした。豪華アーティストの楽曲を、再編集された映像とステージ演出でまるでライブステージにいるような没入体験もできる。同ミュージアムのアンバサダーで、司会を務めた俳優の別所哲也から、どんな場所でライブしてみたい場所はありますかと聞くと、小室は、東京の夜景が全部見えるような高いところでライブをしてみたいですね。高所恐怖症の方は辛いかもですけどと語ると、シーハは、絶対できない場所でライブしてみたい。空の上とか、海の中とかと話した。最後の締めでは、別所が、今日は、哲也の先輩にお会いできて、別所、哲也としても光栄でした。カラフルな歌羽さんともご一緒できて大変光栄でしたと、笑いを誘っていた。